もういい？はい、大丈夫？はい、どうぞ。はい、どうも皆さんこんにちは、アーキーです。イエーイ。ということでね、めっちゃ寒いんですよね。出張コーナー、出張コーナーなんですけど、はい、今日はなんとですね、広島のハザードさんのね、あの9周年アニバーサリーということでイベントでやっております。で、今日動画撮ってるんですけど、じゃあ皆さん見てください。何これ、これはなんだ、これはなんだ、これはなんだ、なんだ、ちょっと俺にもわからない。ジャハナンさん、なんだジャハナンさん。段取り。段取り。まずもう軽い、はい、僕こうするからこうしてねみたいな段取りない。ないっす。台本ないっす。いつも通りっす、はい、こちらですね、先日発売されたばかりの CAT の最新作。これも CAT なんですか。CAT です、ね、はい、これも CAT でございます。もう別の人ですよね。バーサテイルバーラーでございます。バーラーってのは戦場での勇気とかそういう感じの意味です。そういう感じの、はい、バーラーバーラー。うわ、見てこれ。え、これは別のパーツじゃないんですか。そう、なんとですね、このバーラー CAT 初のオフセットストック標準装備の、あ、標準装備、はい、標準装備の AR になっております。あ、なるほど、はい、めちゃめちゃすごい。あと、うん、これいいっすね。男の子みんな好きじゃないですか、このここが長い、うん、ハウジング長くてここつながってるし、はい、すごい、めちゃめちゃかっこいい。グリップもちょっとなんか違う。はいはいはい、そうなんですよ。粒がついてるんですよ。グリップ力がすごい。新型のグリップも採用しておりまして、はい、前作の PCC はかなりつるっとしたこちらのグリップになるんですけど、違いがだいぶ、はい、分かりやすいかなと思います。このグリップがもう本当にモーターに貼り付くように薄いグリップなんです。薄い、はい、できるだけ薄いグリップにしようと思って作ってあって、うん、ただそうするとやっぱりスムースグリップなんでちょっと滑りやすかったり、もうちょっとグリップ力が欲しいっていうお客様だったり、あとはこのビーバーテールがないとやっぱり手がどうしてもタッチグリップなんだけど寝てしまう、若干寝てしまうっていうので、それをサポートするために薄い、同じく本体と同様薄いビーバーテールを追加して、でこれエンボス、要は飛び出してるんですけど、なんで飛び出してるかっていうと、へこましちゃったら生地が薄くなっちゃうから。実際にグリップしてもらった感じどうですか。めっちゃ細い。モーターのせいでグリップ丸くなるじゃないですか。これ握るじゃないですか、めっちゃここの丸みがほぼないんすよ、うんうんうん、そう、四角いがめっちゃ持ちやすいですね。でこの手のひらに食いつくっていうか、しっかりとめちゃめちゃいいグリップがね、うん、今回グリップにだいぶこだわりました。なるほど、グリップなんですね。持ったら分かる、ま、マガジンの部分かと思ったらグリップなんですね。そう、グリップなんすね。全部こだわってますよ。もちろんですよ。あとで社長に怒られちゃいますよ。グリップだけしか。グリップもなんか目立たない、あんまりデザイン的にその変わったように見えないんでパッとしないんですけど、グリップもかなり力入ってますよっていうのは言ってます、うんうん、でさらにこのオフセットね、オフセットストックがついてるエアソフトガンって、まあ、いくつかあるじゃないですか、うん、初だと思うんですけど、このオフセットの高さが調整できるんですよ。おお、はい、伸びた、はい、伸びた、伸びー、はい、だいたい 1.5 倍ぐらい伸びて、さらに3段調整、一番短い段階と今、ね、そう、一番短い、あ、一番長い状態、そしてこれの中間ですね、カチッて調整することができます。オフセットストックの利点って、実際に弾が出るバレルとこのサイティングの差をちっちゃくするっていうところじゃないですか。パララックスを、はい、なのでこれをもうとにかくパララックスを短くしたいってなったら一番下下ろしていただいて、もしくはそうそう、今ほら大きいねフェイスマスクをつけられてる方もいらっしゃるので、物が邪魔でなかなかまっすぐ覗き込めないっていうことがあるんで、これぐらい下ろせたら結構きちんと覗ける方も増えるんじゃないかなと思うんですよ、はい、さらにねこれここの部分をこう注目してもらうと分かるんですけど、このラインに力が入るようになってます。え、要はハウジングと同じ高さと同じ広さでストックパッドがある。はいはいはい、あ、そう、なるほど、これを握り込むってことですね。そうそうそう、これをこうグッと大きくなったハウジングを握ってもらうとしっかりと固定できる。これを握っていただいてグリップしていただくと、もうこれだけでしっかりとグリッピングができるという形になってます。すごい、もうじゃあ、 あのグリップとかいらないですね。はい、まあ、これこちらお好みですね。まあお好み。でもハウジングで支えてもらうのが一番いいかなって
思ってデザインされてます。はい、すごい。でやっぱりハウジングでこうやってハウジングとグリップで持つと何がいいかってめちゃくちゃちっちゃく持てるじゃないですか、はい、だから薄く、ジャーナーさん、ジャーナーさんが見えない、スリムジャーナーさんに見える、なんだよ、はい、っていうのを想定したんですけど、なんかあのハンドガンとかをメインに使ってる方は体の中央にこうオフセットを置いてこうやってこの両手でこう握る感覚でハンドガンを打つ感覚で打てるから楽しいみたいな、うん、めっちゃ使いやすそう、サバゲで。そう、めちゃくちゃ使いやすい。サバゲでめっちゃ最強じゃんこれ、うん、めちゃめちゃいいです、ね。そう、さらにね、やっぱこのグリップと、そう、さらにあります。さらにめちゃくちゃ喋ることいっぱいあるんですよ。ハウジングとグリップの高さはほとんど一緒じゃないですか、はい、角度も実は一緒、ほぼ一緒なんですよ。あ、一緒なんですか。そう、なんでそうするかっていうと、スイッチングの際ってこのにサポートハンドとグリップハンドを入れ替えるじゃないですか、うん、入れ替えてこのスイッチング入れ替えてスイッチングすると思うんですけど、ハンドガードとか他の部分握ってる場合ってスイッチングするときに上下の移動が必要になってくるんです、手の。そうですね。そうそうそう。そうすると1234、1234ってちょっと手数が多くなるんですね。ハウジングとグリップを横移動だけでスイッチングできるんだったら、これが1212、半分の手までできるんですよ。ということでスイッチングも簡単に楽にできるようにっていうデザインでもあります。すごい、はい、もちろんね、実写製の CAT シリーズ同様でもうかなりの、はい、もう見るあれしなくていいぐらいのものですからね。はい、見た目だけじゃないんですよねこれ、はい、なんかそう、最近嬉しかったのが、はい、シューティング競技、はい、あのマックさんとかも出場されてるスチールチャレンジ、はいはい、ロングガンっていう、うん、そのなんですか、ハンドガンじゃない長いライフルの部で、まあ総合優勝、うん、そして、アイアンサイトを使う部門優勝の部門で、ほう、ほとんど中身がほぼ CAT ノーマルの状態で優勝された方が2人いるんです。そうなんですか。ノーマルで、そう、競技のエアガン競技のその場でも CAT が使われ始めてるって。あ、すごいっすよ。ノーマルで優勝したの。競技でも売れると思ったんですけど、見た目の破壊力でも売れますよね。これは。これ気に入ってくれる方いらっしゃいますかね。全然いると思いますよ。僕は大好きなんですけど。だってもうこのマガジン好きな人とバッファーチューブのやつはもう結構好きな人多いんで、まあ、これはめちゃめちゃいいなと思いましたね。まあ一応フロントもね、AK の。うん、あ、これが半分じゃないですか。そう、ちっちゃくなった、取り替えられるバリアブルハンドガード、ショートハンドガードの方が採用されてます。既存の CAT でもパーツ買えばこれになるんですか。そうですね、まだねちょっとパネルとかの方が販売のパーツがないんですけども、うん、超ハウジングだったりオフセットストックだったりでグリップだったりっていうのはパーツでも販売中でございます。もともと CAT 持ってる人でもこれにできるんだ、はい、持ってる方でも取り替えてしまえば同じように3段調整可能なオフセットストックつけられますし、サバゲーするときこれ欲しいな。ちょっと秋パッパッパッってやってみて、パッパッパッ、ちゃこれで実際になんか戦ってる感じで動かしてみてM4 の感覚で掴むとめっちゃもう バレルが目玉と一緒なんですよ。いや目から飛んでるさ、球バレルが目玉と一緒なんで、CG じゃんそれ。そう、もうこれすごい、もう CG っすね、うん、確かに、うん、サイトから球が飛んでるような感じじゃん。飛んでるみたいな重厚が飛んでないからな、あれ。このローマウントはすごい、めちゃめちゃ構えやすい。ちょっとやってみて、はい、動かしてみて、はい、動かしてみて、シュシュパシュパ打って打って、おお、打って打って、あ、打つよ、うん、いろいろスイッチングとかもして、いろいろ接地も楽しい。あ、食いつくすごいっすね、食いつき。フォアグリップを持って、あ、ごめんなさい、あっちを持って、ハウジングを持って、おじさんなんで、ハウジング持ってやってください。おじさんなんで、グリップを持たないよね。ハウジングを持って、うわすごい、めちゃめちゃコンパクトすぎて難しいですね、逆に。もう何十年ここでやってきたから難しいんですけど、本当にコンパクトに収まる。これはめちゃめちゃいい。もうこれはごめんなさい、10年ぐらいの癖でこっちもちゃう。アッキーだけじゃちょっとデート取れから、うん、チャンネルのアポと申します。おい、今日はありがとうございます。こちらこそです。あ、これは、これ見てください、ちょっと触ってもらいたいんですよ。はい、じゃあ早速打ってみてください。ちょっと、なんかちょっとさっき後ろの方で説明をねいろいろ聞いてたんで、はい、じゃあ、はい、でってパワーグリップ持ってほしいな。そうなんですよね、ローマウントス
ですね。ロマウントなんだ。1、2ですね。1、2です。あ、慣れてる。すごい慣れてる。素晴らしいですね。慣れてる。やっぱダメですね。これすごい、なんか本当になんかハンドガンみたい。うん、めっちゃサバゲーだったらめっちゃ強そうじゃないですか。語彙力ないんでごめんなさい。最近捕まえられます。最近あるじゃないですか、はい、重たい銃苦手って言って P90 逃げてるじゃないですか、はい、めっちゃいいんじゃないですか、これめっちゃいいっすよ。これめっちゃいいっすよ。これめっちゃ禁止やりやすいっすよ、これ。わぁ、すげぇ。おぉ、うん、インドアとかすごい絶対いい。これめっちゃいいっすね、うん、本当に、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、なんかこれ欲しいっすわ。いいでしょ。いや、サバゲーでマジ欲しいわ、これ。重量何キロっすか、これ。マガジンとバッテリーがない状態で 1950g ぐらいですね。あ、じゃあ2キロぐらいなんですね。入ると2キロぐらいになると思います。2キロのジャンルでも、いや、多分バランスがいいんだよ。うん、多分その2キロの部分の重量がかなり後ろの方に来てるので、うん、片手持った時のバランスもいいからハンドガンっぽい感じで握れるんじゃないかなと思います。あ、軽さとかそういうのこだわってるのに、はい、やっぱガスチューブのこの入れるっていうところがミリタリーですよねっていう感じがしますね。入れたいですよね。抜くかなと思ったんですよ、ここまで短いから。はい、はい、抜くかなと思ったら、そうそうそう、あったんで。そう、 PCC なんでね、だからのシンプルグローバックというか、うん、いらないっていうんですかね、実銃でもついてないものも多いんですけど、だけどこれバーサテールなんで、うん、ハウジング交換できるじゃないですか。ああー、なるほど。そう、 M4 のマガジン刺さってるのにガスチューブついてないのは寂しいなっていうのもあって、ぜひね、つけさせていただきました。なるほど。その辺でミリタリーオタクでした。やっぱこだわってるところがありますよね。ただの軽いのに執着してるのに、うん、ガスチューブだけは絶対ただのエアソフト用だけっていうじゃないね、うん、ちゃんと設定も入ってるからね。はい、もうエアガンオタクがね、日々こう知識をぐちゃ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 煮込んで煮込んでこれやってレールくれっつって開発してますんで、はい、もう素晴らしい。もうかなり伝わりましたね。ありがとうございます。もうこれは発売は、発売はもう3月20日に、はい、はい、発売開始してまして、今いろんな多分ショップさんでも取り扱いを開始してるんじゃないかなと思います、うん、はい、じゃあぜひお求めはエアソフト97のなんかいろいろ買いに来てください。はい、いつものやつ頼みますよ、アッキーさん。いつもの見たいな。いつもの何も考えさせてない。バラがバツがバラバラどうですか、いつもこんな感じですよ。さすがっすね、奥さん。台本ないっすよね。ないっす。やばいっすね、はい、いつも無茶ぶりに彼はちゃんと答えてくれるんでね。すげー、やってみます。いや、あ、同じやつでいいっすよ。同じやつですよ。どうでした、はい、記憶をたどってください。バラがバラでバラバラがバラ俺の方がまだ言葉あってパスがバラバラの。ありがとうございました。どうしてくれるんすか。ありがとうございました。どうしてくれるんすか。ありがとうございました。みんな箱さんのチャンネルを登録してね。あの、いつもなんか今こんな感じさせるけど、ちゃんと本格発す。はい、じゃあありがとうございました。はい、バイバイ。私たちが考えたセットアップに賛同していただけると幸いですが、それにさらにあなた自身の理論を付け加えることもまた嬉しく思います。さまざまなシチュエーションを想定しラインナップを増やす予定ですので、今後もご期待ください。